ちました、流しました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。ここは綺麗に流していきました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。3番バッター森下、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね、ここは挽回したいですね。そうですね。タイガース同点のランナーが出ています。ランナー動きませんね、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。送ります。ピッチャーが取る、一塁へ、アウト、ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、甘い変化球になりましたが、これは入っています。さあ2球目は何か、落としてきましたがこれは外れます。インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ホームへ、センター前ヒット、さあ逆転のランナーも出塁します。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。繋げてきましたね、さあそしてこのチャンスで打席には5番の大山が入っています。まずは見送ります。ワンボール、ここは少なくとも犠牲フライを、変化球打った、高いバウンドになった、送球する、ホームタッチはアウト、ランナー二塁一塁と変わっています。ここはピッチャーのナイスフィールディングで得点を阻止されました。いや残念でしたね。アウトカウントは増やしたくはなかったですね、まあまだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね、そう。外のボール打っていった、この打球はファウルグラウンドへ、切れました、ファウルボール、この打球は右に切れてファウル、これもインサイド、見送っています。ボール、手が出ません、三振、あと1本が出ませんでした。最後は三振、大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。これを決められなかった影響はね、出てくると思いますよ。タイガース2者残塁です。ため息に包まれた甲子園球場、4回終わって1対0、カープが1点をリードしています。これから5回カープの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。富田マウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。打順は2番矢野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える5回です。初球打ち、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは3番野間、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトランナーありません。打ちました、流しました、
レフトをバックする、バックする、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。ここはうまく流されてツーベースヒットとされています。いいバッティングされましたね。さあ、そして打席には小園が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですね。最初は変化球できました。次が2球目、内へ、これは決まった。外低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。変化球打った、ショートが抑えた、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。最低限ランナーを進めてきましたね。さあ、この場面でバッターボックスには5番の上本が入っています。外角低めのストライク、落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。高めの釣り球、手を出してしまいました。さあ、バッター追い込まれています。このピンチ、見事三振を奪いました。得点を与えませんでした。カープ、サードランナー残塁に終わりました。1対0、カープが1点をリードしています。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあ、そろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策ができるんでしょう。ああ、これはいけません。デッドボールです。さあ、同点のランナーが一塁です。バッターは木浪。まあ、状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。中途半端なバッティングで閉鎖する。インコース打ちました、いい当たり、これはどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。ここは見事なバッティングを見せました。これで二塁三塁にしています。まあ、そうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。バッターボックスには代打の渡辺、ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。西さん、ここに来て大きなチャンスが回ってきましたね。まあ、流れはね、来てますよね。そうですね、この起用に応えたい。変化球打った、ショート正面、取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。
初球狙いは悪くないんですけどもね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、そしてこのチャンスで打席には1番の近本が入っています。また初球、セカンド取った、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。さあ、そしてバッターボックスには中野入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ストレート打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウト。先ほどのシーン、リプレイでご覧いただいております。タイガース2者残塁です。ため息に包まれた甲子園球場、5回終わって1対0、1点リードはカープです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし手が出ず三振、先制とはなりません。2回の表、得点圏には先制のランナー、9番バッター相澤、レフトへ弾き返すタイムリー、タイガース先制点を奪われます。4回の裏、このチャンスの場面、しかしここは内野ゴロ、同点とはなりません。チャンスの場面、最後は三振に終わっています。同点のチャンスを逃します。5回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。逆転のチャンスを逃します。これから6回カープの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。岡戸マウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターボックスには6番菊池、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース1点ビハ、初球打ち、ファールゾーン切れそうです。わずかに左に切れました、ファールボール。インサイド落ちました、これもファウル。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。この球は外れています。4球目は何で来るか、インサイド落ちました、これはどうか、岡戸アウト、ワンアウト。バッターボックスは7番ジャーマン、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インコースへの変化球、ストライクです。アウトコース外れます。低め来ました、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。見逃し三振。ピッチャーに打順が回って、先発の大瀬良が打席に入ります。いやー、さっきは打たれましたけど、そうそうピッチャーに打たれるわけにはいきませんよ。そうですね。インローボール、ボール先行です。ストライクになります。ファウルになります。
ちました。左中間へ打球伸びる。この打球はフライになっています。前川抑えて3アウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。1対0、カープが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。森下バッターボックスに入ります。タイガース1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか。低め決まってストライク。あっという間に2ストライクです。